タコヒカリ出原の所在地タコヒカリ出原は、千葉県、香取郡タコ町と三部郡横芝光町の千葉、県内最大級の出現である。タコ町と旧光町の境界に位置するため、タコヒカリ出原と呼ばれている。面積は、約24ヘクタールで、千葉県内最大級である。栗山川と仮当たり川が合流する場所に位置する。栗山川中流には、 タコヒカリ湿原の他海跡である、坂田池や乾燥沼があり、湿原群をなしている。タコヒカリ湿原は、千葉県、レッドデータブックに掲載される、千葉県最重要保護の植物が生育する場所でもある。また、無地なく具というかツリグサカスゲ属の植物はこの、湿原にのみ見られる。栗山川から見た、 タコヒカリ湿原縄文時代、縄文改新のためタコヒカリ湿原を含む九十九里平野は海底にあった。その後、気候変動により解体が起こり、中石地としてタコヒカリ湿原が生まれた。本来は、気水域や寒冷地に育成する植物がタコヒカリ湿原に生育しているのは、かつて海や寒冷地であった頃の種が依存したものと考えられている。 明治期には70ヘクタールほどの面積だったと推定されているが、周辺が水田となって約24ヘクタールに面積が縮小された。かつてはタコヒカリ湿原に生えるヨシを家屋のかやぶき屋根の材料として利用するため、周辺住民による共同管理が行われていた。タコヒカリ湿原ではこれまでに288種の植物が確認されている。 湿原の中央部をヨシやカモノハシが占め、周辺をハンノキが取り囲んでいる。ハンノキは土地の境界を示すために並んで植えられている。春にはヨシ、オオニガナ、ワレモコウ、エゾツリスゲ、チガヤ、ノハナショウブ、ヌワトラノオなどが生育する。夏から秋にはヨシ、オギなどが育つほか、コウニユリ、コバギボウシ、カサスゲ、ツルマメ、ヒメシダ、クサレダマ、 エゾミソハギなども見られる。周辺からセイタカーアワダチソウなどの外来種も侵入している。かつて海であった頃の名残で、気水域に育成するカヤツリグサカの奥具が内陸部にあるタコヒカリ出現に生育している。また、寒冷地であった頃の名残で、カヤツリグサカのエゾツリスゲ、ヌマクロボスゲ、ムジナスゲが見られる。タコヒカリ出現で発見された新種として、 ヤツリグサカの無ジなクグがある。1989年に確認され、後に新種として認められた。その他、生育が確認された植物のうち、アゼオトギリ、エキサイゼリ、エゾツリスゲ、ヌマクロボスゲ、ムジナスゲ、コアナミズゴケが2009年の千葉県、レッドデータブック最重要保護対象として、掲載されている。また、県重要保護として、 レッドデータブックに掲載されているカキツバタ、キセルアザミ、コムラサキなどの植物も見られる。千葉県ではレッドデータブックに掲載されている日本アカガエルも見られる。鳥類もおよそ50種類ほど観察でき、鳥原棒、ノスリ、ミサゴといった猛禽類からカルガモ、マガモなどの水鳥、タゲリ、カワセミ、ヒバリなどを見ることができる。昆虫ではミドリシジミや オールリハムシなどが見られる。オールリハムシは、タコヒカリ出現では、春、秋にそれほど珍しくはないが、全国的には生息地が限られ、千葉県の重要保護生物に指定されている。タコヒカリ出現では、開発によって減少する栗山川流域の湿地帯を中心に活動する栗山川流域の自然調査会による、調査研究、保全活動が行われていた。 栗山川流域の自然調査会では、横芝光町側の吉原の刈り取り作業や観察会を行っていたが、多古町側にも保全活動を必要性があると考え、多古町の町づくりテラスの会と共同で多古光出現保全会を立ち上げた。多古町と横芝光町の住民によって作られた多古光出現保全会によって、吉の刈り取りが行われている。 同会による観察会のほか、タコヒカリ出現の存在を周知するための講演会や写真展も行われている。また、タコヒカリ出現保全会は、タコヒカリ出現についての図書、タコヒカリ出現植物と自然も出版している。1997年に、横芝光町にある、酒田ふれあい公園内に、 湿水植物園が作られ、栗山川の下流域の植物が移植され、この地域の特徴的な植物の保護と育成が行われている。ムジナスゲ、オオクグ、ムジナクグなどの植物は湿水植物園でも保存、育成されている。ありがとうございます。